らっしゃいませ。店内で召し上がりますか？はい、お持ち帰りですね。少々お待ちください。知らずの私にこんなに親切にしてくれるなんて、ひょっとしてもしかしてあなたは神様なんですか？違うんですか？じゃあ聖人君子様、それともスーパーヒーロー様ですか？じゃああなたは、すっごく素敵なお名前です。すみません、申し遅れました。私、ウナカクルルって言います。命を救っていただいたこの子を必ずお返しいたしますです。けど、今は先立つものがありませんですので、これから頑張ってアルバイトで稼ぎも…すみません、そういえば私、アルバイト遅刻ギリギリなのでしたです。大変すみませんですが、この辺で失礼します。ですまた必ずお会いしましょう、ヒーローさん。ヒーローさん、どうして。そうだったんですか。すっごい偶然です。です、またお会いできてとってもとっても嬉しいです。ヒーローさんのおかげさまで、クルルはどうにか生きてますです。さっきはご連絡先を聞くのも忘れちゃってて、お名前を頼りにお探ししてご恩返ししなくてはって思ってたんですよ。こーら、あなたたち、おしゃべりしてないでちゃんとお客さんをご案内して。あー、すみません、私のせいでヒーローさんまで怒られちゃいましたです。はいです。ヒーローさん、お疲れ様です。ます、こちら差し入れのお飲み物ですよ。いえ、どういたしましてです。というか、私も先輩から頂戴したものですので、確かその時に言われたのは、そうです、ヒーローさんは使える新人さんだから、籠絡するようにとのことでした。そのために休憩時間も合わせていただけるとのことで。籠絡って言葉は初耳でしたですけど、きっと有能な新人スタッフさんであるヒーローさんの籠を楽にしろいう意味だと思います。です。そんなことないですよ。今日が初日とは思えないくらい、ヒーローさんは素晴らしいスタッフさんだったと思います。です、ヒーローさんの笑顔はお客さんをほんわかさせる力があると思います。です、遊園地に楽しい時間を求めてきた人たちには、それってとってもとっても大事なことですから。初日からそんな大事なことができるなんて本当にすごいです。なので、ローを楽にできそうなことがありましたら、このクルルメに何でもお申し付けくださいです。マッサージいたしますか、うちわでパタパタ仰ぎますですか、他には。クルルのことですか。ヒーローさんに楽しんでいただけるようなことすぐに思いつかなくって、何をお話しすればよろしいのでしょうか。
しながら。うちはとってもとっても貧乏なので、なので貧乏暇なしというものなのです。クルルがちっちゃい頃はそうでもなかったんです。おじいちゃんの代ではテーマパーク事業とか宝石などの貿易商とかいろいろやってたそうで、なんですけどパパがそのあんまり向いてなかったようで、無理がたたって体も壊してしまって。でもでもクルルはパパのこととっても尊敬してます。すっごく優しくて人が良くて見習いたいって思ってますです。自分が大変な時でも親戚のお家をお助けしようとしたりとか。あ、そうです、今度その親戚のお家の子と一緒になんとかっていうゲーム機のテストに参加する予定なんですよ。アトラクションじゃないゲーム